リミちゃん、はい、あのですね、しほちゃん誕生日だと思うんですけど、4月21日、うん、はい、で毎年しほちゃんに、雑貨屋さんとかでプレゼントを買ってあげてましたよね、はい、リミちゃんの小遣いで、うん、はい、でも今年はお買い物にちょっと行くことができないので、あげれてないというか買えてないですね。でですね、はい、でもそれじゃあちょっとなんかかわいそうかなと思って、はい、リミちゃんももどかしいかなと思ってでもなんかだからといってなんかネットとかで買うのもなんかどうかなっていう感じなので、あるね、YouTuber の方がやっててこれやりたいなって思ったんですけど、誕生日にもらったプレゼントが全部自分の私物だったらどういう風になるかっていうか気づくか気になるよね。どういう反応するかとか楽しみじゃない？楽しみ。しほちゃんはどう、えってなるかな。でもまさか自分のさものがさプレゼントされるなんて思わないじゃん。思わない。だよね。だからそれをちょっとねやってみようかなと思います。はい。で今しほちゃんがちょうど今お風呂に入ってるので、その間にリミちゃんちょっと今部屋に来てもらったんですけど、しほちゃんのね、ちょっと物を物色したいと思います。まあ、しほちゃん汚い汚いね、確かに汚いとか言わないよでしほちゃんのねお風呂はね1時間ぐらい入るので、そう、でも一応ね早めにちょっとラッピングとかしなくちゃ、うん、はい、一応ね今しほちゃんのプラバンしてる。ん？プラバンしてる。あ、本当だ。これね、富岡さん。すごーい。富岡さん。ね。あ、落とした。何？何落とした？あ、ほんき。どうする？何あげる？何あげる？なんかこうバレなそうで。あんま使ってないやつ。うん。なんかあんま使ってないやつ。でもビッコイなんて絶対バレるじゃん。見て、つまようじ絶対いらないよね。どうしよう、引き出しもちょっと失礼します。どうする、難しいかな。難しいんじゃん。難しい。デミノが入ってる。え、それしーちゃんも買ってたよ。本当？うん。セリアで売ってるのね。こんなちっちゃいの？うん。デミ超高かったの。そうなの？二段目。見て、おにぎり。これはでもね。飾ってある。うん？飾ってある。もうね。さすがに覚えてるでしょ、それはきっと。はあ、これはあれだよ。ペットショップ、ペットショップってかペットホテル、あ、病院か。でもらったカレンダーでしょ。これリミがあげたやつ。そうだよ、それはリミちゃんがあげたやつ。もう一回あげる。もう一回あげちゃう。ひーちゃんこれ今使ってないの？ひーちゃん今全然違うの使ってる。何使ってんの？これここにあったよね。これ黒いやつ。あ、それ使ってんの。うん、どうする？あ、最近使ってないミニーちゃんはミニーちゃん。これ。ミニー。これにしてみる？バレないかな。あともう一つはもう一つ。もう一つってどれ？知らない。スマホケース？うん。違うやつ。何これ？何個か選んだの。さすがにこれだけじゃない。この辺は？この辺は分かっちゃうかな。化粧道具みたいな。分かっちゃうよ。大丈夫？この辺とか。使ってないマニキュアは？あ、使ってないマニキュアある。使ってないマニキュアいいんじゃない？なんか使ってないのかどうかわからないけど、うん、この辺のさ、あ、なんかピンクとさ黄色が好きじゃん？これはこれ。これとこれは？ピンクと黄色好きじゃん。あ、うん。だからそれとこれ使ってた覚えないよ、しーちゃん。ね、覚えてるかな。わかんない。でそれとそれを混ぜて。バレたらかぶっちゃったって言えばいいじゃん。
それぞれかぶっちゃったっていうの。そう。あとこの辺のラメは？ラメ。ラメとかもあるけど。おラメさん。おラメさんあるよ。これ出してあったの？うん、出してあった。ここに置いてあった。じゃあ使ったんじゃない？使ったのかな。じゃあダメか。バレちゃう。ベトベトするよね。ラメはダメとして、やばい、もう出ちゃうかも。ん？出ちゃうかも。じゃあどうしようか。あと何があるかな。何がある？考える。こっち側は、あ、アクセサリーコーナーだよ。あ、これは？これ？うん、ヘアバンドみたいな。なんかさ、似たようなの送ってもバレなそうじゃない？これはこれ。あ、また、あ、それする？これはこれ。これは？これ絶対バレるじゃん。これ絶対バレる。じゃあ順番に渡す？まずこれって言ってさ。うん。で、次これ。これ最後に。これ最後に気づくかどうか。絶対これ気づかなかったらさ、うん、あれってなるかな。うん。じゃあこれ、どの順番に渡す？これ一番？うん、これ一番気づかなそうのこれかな。うん、じゃあこれ、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 これで渡す。いいよ。これが一番なんか気づかれなそうじゃない？なんか新しそうじゃん。うん、これ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 ね。うん、よし。なんかちぎれてる、ちょっとやばいね。まあ大丈夫でしょう、うん、はい、じゃあこんな感じで、はい、はい、選んだということにしましょうか。ティッシュあげよう。ティッシュ、どれ、これティッシュってどれよ。新品ティッシュ。新品ティッシュあげんの？なんでティッシュ？知らない。知らないってどういうことよ。ティッシュいらなくない？別に家にいっぱいあるよ。ひーちゃん用ティッシュ。若い写真。こっちはこっち。え？裏。裏？狭い。この辺大丈夫？あまり映せなそうだ、汚そうだよ。しほちゃんに後で怒られそうだね。ブブブ。どう？いいのがあったらチョイスしてきて。はい。オッケー。せいちゃん、雑巾いっぱいあるじゃん。雑巾。雑巾あげんの？あ、これはこのタオル。あ、いいじゃん。鏡拭くやつだよ、これ。いいじゃん、いいじゃん。案外気づかなそうじゃない？ね、気づかなそう。うん。汚いとこ開けてる。何ここ？ここ、あ、電池とか入ってる。チェキのなんかカメラの。ん？見えない。見えない。前あったね、これ。ね、もう忘れてんじゃない、うん、持ってること。そっか。これにするじゃん。これにしよう。ピンクだし、ちょうどいいんじゃない。見て、汚くした。え？汚くした。ちゃんと片さないと怒られるよ。キャーでー。あ、そうそうそう、鏡拭くやつだからね、それ。それいいよね。これはね、バーバにもらったやつをしーちゃんが使ってる。気づくかな。今綺麗にした。こんなもん？これ気づかなそうだよ。これ気づかなそうだよね。じゃあどうする？どの順番で、このセット。そう。このセット、これ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 。そう。これ気づくかな？案外。そう、こうくる、そうする？うん。うん。こうしよっか。こんなもんかな。もうあとない？何これ？ん？あ、これあのウーブからもらった誕生日プレゼント。すごい花びらがある。そう、かわいいよね。かわいい、ばっかり。ここ最近しーちゃん開けてなくない？うん、何入ってんの？殻じゃないの？壊れそう。殻じゃない。殻じゃないの？あ、入ってる、入ってる。あ、そのままじゃない？入っちゃう。うん、リミクリーパーいいでしょ。そう、リミも持ってんだよね。
その中はあれだよ、し、あの、が、あの、時計出す、あの、時計出す。とかつけたら、さすがにそれはプリント落ちたんじゃない、全部落ちたそのまま拾わないんかい。拾わない、拾わないの。でも受け金庫だもん。まだ物色してる。なんかお下げなものありそう。挟まってるね。これ挟まってるの？挟まってる。かわいそう。逆さまになってる。本当に挟まってる。挟まってる。あ、取れた。いいって言ってる。もう意味が変えてある。かわいそうだ。意味が上げたやつなのに挟まない。そうなんだ。意味ちゃんが上げてる。最近色に。カッカッカッカ。カッカッカ。置いとけば。多分落っこっちゃう、それだと。あ、ギリギリ。かわいい。ニコ、うん、って笑った。ニコって笑った。かわいい。これリメがあげたやつか。そう。じゃあダメだね。ダメ。他にはないかな。じゃあもういいかな。まだリメちゃんはあさる気満々ですね。これは？え？あ、これこの前100均で買ったやつ。これにする？これね、ダイソーで買ったやつや。ダイソーってバレちゃうかな。わかんない。覚えてるかな。どこにあった？ここに。さすがにそれ覚えてるかな。これ数ヶ月前に買ったやつだからね。そっか。どうする？ため息ついてる。リミのが自分の色を色にしてる。これリミちゃんの色鉛筆。ちょっと借りてるだけだよきっと。ほら今これ。なんだっけ、ほら、プラ板やってるからこれ塗るんだよ、色鉛筆で。うん、うん、しょうがない、しょうがない。逆にプラ板あげちゃう、しーちゃんの使った。しーちゃんの作ったやつあげたらさすがにバレるでしょ。缶バッチ。あれ、しーちゃんの缶バッチ入れどこやってるんだ。じゃあここのさ、この金は、このブラブラしてるぶら下がり金。ねえ、なんでさ、これ、うん、この2人無限列車のに、なんでここに炭治郎だけ無限列車なんだろう。わからん急いでたんじゃないこれが一番いいんじゃない。この金のさ、ブランブランしてるやつ、これがインパクトないじゃない。これあげたらさ、あれ、うん、ってなるかもね。そっか。あれはこれ私持ってたよね、今これにする。うん、これがいい。オーマイガー。だってカナオ好きじゃん。好き。一番、一番、うん、だからそれがいいかなと思う。そうする。これ絶対バレるじゃん。これ絶対だ。最後にするじゃん、うん、一番最後。どうする、カービィとどっちにする。最後はカナオ。カービィはやめんのね。やめる。絶対バレるから。絶対バレる。よし、じゃこれで終わっちゃったら金を見せられる。そっか。じゃあ、じゃん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 でいきますか。はい、はい、じゃあこれにしたいと思います。はい、じゃあちょっとね、ラッピングみたいなの軽くしましょうか。ママ持ってきて、急いで。はい、あ、こっち入るかな。今透明な布を持ってきたので、これに2つ入れて、これで蓋をするとちょっと押さえて、これで、あ、いいんじゃない。プレゼントっぽく見えるね。うん、これしちゃおう。うん、でも綺麗にできないけどいいかも。ちょっとじゃあ、やるね。いった。ギリギリ。上テープで留める。うん、じゃこのテープで留めようか。テープじゃないよ、シール。あ、シール、シール、シールでいっぱい留めればいい。変なことどこで、うん、何のテープがいいかな。信号の色。信号、1、2、3。じゃ信号で貼っとく。3色貼っとく。待って、失敗した、もう一個。うん、
や、まあいいや。まあいいよ、いいよ、いいよ。もう取りね、うん、こっちから見ればほら、いい感じじゃん。いいじゃない、いいじゃない。まず1個、2個できたから、次さ、これさ、この袋しか家なくて、うん、こう折って、ここなんかリボンがなんかで留めれば目立たないかな。ちーちゃんとこリボンなかった？この辺にリボンあった、さっきの、ね、さっきあったよね。あった。じゃあこれじゃあ、これ使っちゃおう。あ、それ使って怒らない。あ、それでいいか、プレゼントっぽいから。うん、怒らないかな。怒らないよ。じゃあそれをここに巻こう。これみつりちゃんみたい。みつりちゃんみたいだよね。ここに、うん、ママ綺麗だよ。はい、リボン結びました。どう？いいんじゃない？いいじゃん。3個目もこれで大きく、しぼちゃんのリボン。はい、次。次はどうしよう。これ入るのないかな。縮めても入んないよね。入んない。これ。あ、じゃあこれでいいか。ちょうど1個紙袋あるから、これにもうそれドンと入れて。超でっかい。これだけでかい。めっちゃ期待しちゃうじゃん、これ。あ、違う。これは、またでっかい紙袋にするから、これだけ入れんの。で、ここさ、そのシールで留めて、黄色にしよう。で、ここに留めて、なんかすごい高級なものが入ってるイメージじゃん。これだけ。はい、これ。OK。で、最後、この金尾は、これ分解できるんだよね。うん。じゃあ、こうやってやって、この、さっきみたいに、この透明な袋に入れて、また上縛る感じにする？うん。はい、できました。カナオはこれにしました。こんな感じで。いいんじゃない？プレゼントっぽいんじゃない？で、一応ね、じゃん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 。これ、なんかこれ、効果っぽくなっちゃったね。大丈夫かな？大丈夫だよ。大丈夫か。はい、こんな感じでプレゼントね、包みました。ねえ、ちょっと何やってんの、遊んでんの。ちょっとせっかく途中まで良かったんだからさ、ねえ。まあ、いっかりみちゃんのラッピングだから、あ、おしゃれにしようね、緑は。あ、いいんじゃない？オッケーオッケーオッケー。じゃあこれをでっかい紙袋に入れましょう。はい、 はいはい。じゃあね、この袋が1階にあったので、レミちゃん持ってきた。これに入れよう。いや、いい紙袋がなかったので、これに入れちゃいましょう。ん、あ、いいんじゃない。でもめっちゃシール貼ったやん。おいおいおい。あ、待って、ちょっとまだシール貼るの、つけたし。なんかいいじゃん、これいいね、いいね、いいじゃん、かわいい、かわいい、かわいい。はい、じゃあこれと、じゃあこれ、はい、これ、くし、りみちゃんがシールいっぱい貼って、はい、カナオ、カナオ、落ちちゃった。うん、これ開いちゃう？大丈夫？これいいじゃん、うん、このシール。はい、じゃあこれも入るかな、この中。入るね、余裕でね。じゃあ最後、カナオ入れて。カナオ見てシール。まあ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 、でもほら、自分でラッピングしたっていう。じゃあこれを、蓋を閉めて、まあ、全部まとめて。そう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 。結べる？ああ、こっち向き、こうして、うん、こうして通して、きれい。お、結べるようになったじゃん、リミー、リボン結び。お、すごいすごい、上手。できた、できた。いいんじゃない、しほちゃん。ここにも貼るの？はい、オッケー。じゃあね、ひほちゃんに後でっていうか、もしかしたら明日になっちゃうかもしれないけど、
渡したいと思います。はい、いいじゃん、なかなかの出来ですね。かわいいかわいい、手作りっぽい。